今夜の動画はトシプロのこのアングルから、はい、クリーク、スプーン、ドライバー、ショットをお届けしたいなと思います。今すぐ高評価を押してください。はい、贅沢ですね。贅沢です、これ。おー、綺麗すぎる。皆さんこんにちは、こんばんは。 WGSL です。今夜の動画はトシプロの素晴らしいショットというものをこのアングルからご覧いただきながら、はい、耳からは、はい、あれですよ、皆さん食べてます、ね、ちょっと期待してるでしょもう待ってる、はい、もう待ってるからもうこの入りした時ってああちょっとやましい気持ちがあるんやな奥田にもいう感じで、はい、ブロマガのセールスですね、はい、トークを、はい、耳からお届けしたいなと思いますので、はい、セールストーク、ブログマガジンのセールストークを今からさせていただきますので、はい、セールスなんか聞きたくないわって方は大変申し訳ないんですけども、今すぐ再生ボタン止めていただいて、はいはい、他の WGSL の動画見ていただくか、はい、まあね、安易な考えで青い鳥症候群の方なんかは他のねレッスンされてるような無料で価値のないレッスンされてるようなチャンネルを見ていただいて、はい、このままご視聴いただける方は、はい、私神奥田のクライアントである、はい、たった1年で、はい、120叩くゴルファーからシングルになった、はい、マッさんのブログマガジンの感想コメント的なテールストークをさせていただきますので、はい、このままご視聴いただければ嬉しいですということで、マッさんお願いいたします。はい、じゃあ行きます。今回は神前倒し覚醒レッスン。これめっちゃ最近じゃない、めっちゃめっちゃ最近のやつですね。はい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 、新年一発目のやつですかね。そうですよね。あ、だからあれ書いてるやつですね、前書き。あ、そうですね、あれを書いてるやつ。前書きはあれになりますよね。じゃあすいません、僕は開くんで進めていただいてそう、これもう新年一発目からですね。あ、これか、はいはいはい。どえらいの来たなっていうふうに多分感動された方もめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思うんですが、購読された方にとってはですね、はいはい、もうめちゃめちゃ神回だったんですけど。神回です、神回です。もうタイトルに入っちゃってますからね。神回って入れてますからね、僕自分ではい、もう、まあ、前倒しっていう、まあ、タイトルのところなんですけど、まあ、その前倒しってまあその逆シナリとトップ2ぐらいになるんですかね。あのアンチコメントが湧いてくるというか、う、ね、あのアンチというか変な輩が湧いてくる、そうですね、あの、そうですね、はい、アホがいっぱい湧いてくる、まあ、2大ワードみたいなところが、まあマシですけど、まあ、なるほどなるほど、まあ、まあ、言うてもですね、もう多分 WGSL チャンネルをこう見てくれてるような方はもうそこは前倒しはまあ必要やろうっていうところはですね、多分理解もされしてくれてるだろうなと思うところで、そう思いたいですよね、はいはい、まあ、っていうところで、まあ前倒しとか前倒しについてはですね、まあ、そういうところについてちょっと触れてるような動画は他にもこうあったりもすると思うんで、その WGSL のチャンネルの中でですね、はい、まあ、なのでそこについてはもう今回はもう割愛させてもらって、前倒しは必要というところをですね、はい、前提としてある上で、いこうかなと思うんですけど、はい、まあ、そのじゃあですよね、その前倒しってじゃあ実際どういうアクションやねんっていうところですね、はいはい、まあ、いろんなそのレッスンプロたち の、 やってます、ね、あの前倒し否定にこういろいろこう心をこうなんか動かされてるかわからないですけど、はい、あ、一人は僕完全に分かりますね、はいはい、ディスティングあのプロねなんか自分のことインストラクターとかほざいてるやつですね。おいやいや、もうそれで稼いでんのかプロやってるよ、本当そうですね、いや分かれよって、それぐらい何お前ビジネスやったことないからほんまわけわからんことだけよなっていう、ゴルフ界以外でビジネスしてみろや一回、本当ですよね、もうあ、すいません、いえいえ、そうで、まあそういうところでですね、じゃあ前倒しをまあ誤ってこう認識してしまっている方っていうのも多いと思うんですけど、多いですね、まあ、あいつらのせいですね、そうですね、はい、でも実際にじゃあ前倒しっていうところもまあ何ですかね、こうあえて言うとそんなこう簡単なアクションではないというか、はい、前倒しってじゃあどういうアクションっていうの自体は実は単純というか簡単かもしれないんですけど、そうですね、まあ、それをスイング中にじゃあどう入れてくるかとかいう話になってくると、まあ、実はそれか毎回毎回言うね1ポジションであるとかですね、はい、そういうところにもつながってきちゃったりもしますし、激ムズですからね、そういう意味で考えると前倒しっていう単体のアクションに実はこう考えることができないところもとかですね、 あったりもするんで、まあ、そういうところがまさに今回のブロマガのこう面白かったところというか神回となるゆえんというところかですかね、こういろんなアクションにこうつながってこれるような形でのこう発信だったりもしたので、はい、まあ、そういうところでこうなんですかね、こう実際に本当に WGSL のブロマガ
って僕はそこだと思ってて、実際に僕たちはじゃあどういうアクションをすればいいんだ、どこを意識して何を動かせばいいんだ、どの関節を動かせばいいんだっていうところのレベルでこう理解できる、でき取り組めるんで、本当にこう僕もそうやって1年でっていうところで結果も出せましたし、はい、本当にもうスイングもびっくりするぐらい変わってきて、スイングもびっくりするぐらい変わりましたね。昔のとかもあれ出したいですもんねあの初コンサルの時であれ出したいですからね本当あの時とかも一生懸命ね、当然当時の自分も一生懸命やってるんで真顔で取り組んでますけど、はい、笑っちゃいますよね。なんかあれはお前何しとんみたいな。そうですね、僕の中でもマスターは結構期待してたんですよね、まあ、ブログマガジンもご購読いただいてるのも知ってたんで、マスターはやってくれるやろって思ったの あれ本当にもうそういうところで本当にこうスイングがなぜ変われるかっていうところがまさにそういうですね、もうそのね、どの何を動かすっていうレベルでこう取り組めるからっていうところがあるんで、まあ、それが今回の前倒しについてはですね、今回のところなんですけども、何ですか、 初登場の実は骨関節が登場したんですよね、これ。はい、あれ何っていうやつが出てきたんですけど、もう僕感動しすぎちゃってですね、こんなにスイング中意識しやすい場所ってあっていいんかっていうぐらいですね。あれはでも誰でも意識できますね。できますね。トシプロもめちゃくちゃしやすいって言ってましたね。そうやっておっしゃってたって聞いて、はい、もうプロの方でもそう思うんかっていうぐらいだったので、はい、まあ、そういうところでですね、もう、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、その他のアクションにもつながるっていうところで、まあ、そのアマチュアの大マッ代表格ですかね、そのアーリーリリースとかっていう感じですかね、はいはい、こうキャスティングしちゃったりとか、はい、まあ何ですか、ためができないとかですね、はい、まあ、そういった方とかはもう間違いなくこれ1個で大覚醒する可能性があると思うので、まあ前倒しってアクションを今までのブログマガジンで知っててもこれは勝った方がいいです、ね、そうそうそう、それは間違いない、勝った方がいいっていうですね、はいはい、だって初めてのこと出してる、ね、そうですね、本当にそうです、はい、できなかった方も勝った方がいいです、うん、そうですね、はい、やりやすくなってるから、はい、やりやすくなる、できてると思ってる方も勝った方がいいですし、あ、そうですね、できてると思ったらできてない可能性ないですね、まあまあ多分、まあ言うても多分だ、ブロマガまで買ってる方は多分俺は完璧なんて思ってないと思いますけどね。そうですね、完璧なんか思えるわけがないんで、ね、はい、だって僕が思ってないのに確かに常にですね、はい、そこはそうなんで、こうまあ何ですかね、例えば次のブロマガどれにしようかななんてこう考えてる方とかについてはもうこれは全然押せますね、僕はもう ここはコストかけるべき、どのレベルであってもここ一旦手出して損すること絶対ないなっていうところがあるので、絶対知っとくべきですし、そうこれは本当にめちゃくちゃ意識しやすいので、もう僕から言うと WGSL のスイングじゃなくても知っとくべきことだと思うんですよね。確かに特にそうかもしれない、後ろ倒しとかやってる人たちとかは知っとくべきです。そうですね、てかこれないとできないですよ、できないですね、あの何ちゅう下回りスイング、下回りスイング、今日わからんスイングね、あの汚いスイング、はい、汚いとか言っていいんか、まあいいか、まあ、汚いも汚いですからね、アグリですもんね、アグリですから、という方も知ってる方がいいです。そうですね、てかこの前倒しっていう動きが、はい、あの前体の前側に上から軽く倒すアクションやじゃないんですよ、はいはい、で正しい前倒しを知らないと、うん、あの下回りスイングとかパッシブトルク入れてとか、はいはいはい、後ろ倒しとか何にもできないんで、うん、そうですね、あの言ってるプロたちとかやってるプロたちはみんなそれ前倒し入れてるんで、はい、それを理解しないで前倒しを否定してるからあいつらのことアホやって言ってるんで、そうですね、だって前倒しわからないんですもん、あいつは、自分は入れてんのにね、ですよね、はい、っていうことなんですけど、はい、マスさんはこれ高額なんですよ、でもね、ああまあまあまあ、でも、ね、コストをかけるべきです、ね、ここはかけていただきたいですね、かけていただきたいですね、何重にもつながってきますので、スイングが本当に前倒しっていう単体で済む話じゃないので、確かにそういう意味ではもう本当に価値が何重にも価値があるところになりますんで、あの骨関節のところなんて多分、はい、日本だけじゃなくて全世界で多分僕の僕以外奥田以外のプロは、はい、発信できないですね、ですね、はい、できないですね、絶対できないです、はい、聞いたことない骨関節のこと言い出すんでしかもそれが意識できるんですよ、はい、そうなんですよ、それがまたね面白い、はいはい、っていうところがあるんでね、皆さんね、今回は前倒しっていうね WGSL のもう根幹となるキーワードであるアクション、はい、まあ、アクションって言ってもこれまあまあまあ、うん、ここが表現難しい、表現が本当に難しいんですよね、はい、前倒しって、うん、絶対スイングで入ってないプロはいないんで、はい、誰一人としていないんで、本当に、ね、絶対入れないとダメなんですけど、うん、前回しがこうやってかぶせ倒してくるアクションを見せる、はい、あと右腰前でこうなんかわけわからないアクションを見せてるプロとかいっぱいいますけど、あのあれ信じたらダメですよ、そうです、ね、あいつら何にも分かってないんで、何も見えてないんですよ、ね、はい、というかかえやと思うんで僕の動画は、確かに、まあ、学んでみたなと思いますよね、いっそ、はい、ありがたいことに、はい、
もうブログマガジン発信始めてもう何年ですか、はい、6年とか経ってるかな、はい、7年、はい、6年、はい、経ってますけど、ティーチングプロの方も結構ご購読いただけてて、すごいっす。でご丁寧にメールもいただけたりとかして、そういった方に学べる方って本当幸せだなと思いますよね。だって僕はプロ資格持ってないですけど、その方たちはプロ資格を持ってるにもかかわらず、プロじゃない僕から学ぶっていう姿勢を持ってるじゃないですか。そうですよね。そういった方って絶対にアマチュアに向き合ってくれるんで、確かに、そういった方に出会って学べる方って、はい、本当に光栄やし、光栄だと思った方がいいんですね。幸せだし、確かに、まあ、全ては必然なんですけど、そうですね、はい、ってところで前倒し覚醒レッスン、はい、というものをぜひご購読いただければ嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます。おお、すっげえ、めっちゃ飛んでるな、やっぱり。ということで今夜の動画はプロのウッド編このアングルからお届けさせていただきました。皆さんいかがでしたか。やっぱりプロゴルファーってすごいなって思っていただけた方とか、トシプロのスイングやっぱかっこええわ、あのリズムって最高やなって思っていただけた方は、今すぐ高評価ボタンを押していただいて、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたこのアングルからの動画、次は誰が出るか楽しみにお待ちいただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。